皆さんこんばんは。レノファ山口 FC 公式 YouTube チャンネルがお届けするレノファニスタスタートです。今日は株式会社レノファ山口代表取締役社長渡辺博文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、早いものでシーズン10節が終わりました、はい、ここまで振り返っていかがでしょう。いや、ちょっと10節目がちょっと大敗で強烈だったので、うん、ちょっと辛いですけど、ね、まあ、まだ4分の1っていうことをね、うん、まあ、もう4分の1っていうふうに捉える人もいるけど、はい、まあ、まだ4分の1だっていう気持ちでちょっと前向きに進みたいなと思います。そうですね、はい、最初にこう海が出たというふうに思ってね、はい、出し切った、はい、というふうな、うん、あのシーズンにね、これからしていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、この3連戦ということになりました。今節、はい、10節までの、まあ、3連戦ですが、うん、まあ、ちょっとね、あの1分け2敗という結果になってしまったんですけれども、はい、この3連戦はどのようにご覧になっていたでしょうか。そうですね、まあ、自分たちの、まあ、ミス絡みの失点だったりとか、うん、まあ、あまり理想とするこう守備っていうのがあまりできてなかった、うん、まあ、攻守においてそこがすごく、うん、まあ、心残りというか、まあ、うまくいかなかった点だと思いますね。なるほど、うん、まあ、そういった部分も含めて、今日はまずは前節の振り返りからしていきたいと思います、はい、ということで、前節第10節ですが、ホームで清水戦ということになりました。まずはハイライト映像で振り返っていきましょう。早速、まあ、失点の場面となりますが、フリーキックからの失点でした、うん、神谷選手のこのキックも素晴らしかったですし、まあ、井林選手も、ね、合わせていったのも素晴らしかったんですが、なんかちょっとフリーキックね、うん、セットプレーでの失点が気になるところで、そしてここが奪われてからというかミスからの失点ということになってしまいましたね。もったいなかったですね。もったいなかったです、うん、そして何といってもこの清水戦は中断がありました。これね、ひょうがかなり降っていましたけれども、そうですよね。そしてこれ中断明けの失点の場面となります。相手のコーナーキックの場面、神谷選手のキックですが、はい、ニアで合わされてしまうという形です、はい、さらにまた失点ということで、うん、でこれまた失点明けなんですけれども直後の場面となります、はい、相手のゴールキーパー権田選手のロングキックから中央、ここで競るんですが相手のボールになってしまいます。右サイドの中山選手のクロスに合わせたのがディサロ選手で、ここちょっと足をこうピッチに取られてしまったような印象も少し受けたんですけれどもね。そうですね。さて、続いては84分の場面です。中央で相手のボールになり、左サイドカルリーニョス選手にボールを持たれてしまいます。クロスにはチアゴ・サンタナ選手に合わされてしまってヘディングで決められてしまう。そして87分、左サイドを突破されまして一発で決められてしまうという、はい、失点シーンだけのちょっとハイライトになってしまいました。すいませんそうですね、じゃあさすがにちょっともうね、うん、目を本当背けたくなってしまうような展開ではありましたけれども、はい、まずはあのサポーターの皆さんが、まあ、こういったこう本当中断が2度ある中で最後までね、うん、声援を送ってくださいましたね。はい、もうすごく、うん、まあ、なかなか今までこういったことが なかったんですよね、レノファの中でも、うん、なかったですね。まあ、2回中断するっていうのはすごく珍しいですし、はい、まあ、その中でもまあ、スタンドには見えてなかったけど、このコンコースエリアで応援の声だけがこう聞こえてくるっていうのもすごく感動して、うん、勇気をもらいましたし、うん、まあ、その中でも結果を残せなかったっていうのはね、まあ、レノファとしてこう何ですかね、まあ、歴史的になんかこう胸にこう刻まなければいけないこの大敗で、まあ決してすぐ切り替えようぜっていうような流れにはならないというか、まあしっかり受け止めて次に生かしたいなとは思いましたね。そうですよね、はい、いかがでしょうかこの清水戦、まあ、数字だけを見ても0対6の大敗ということになったんですけれども、はい、まあ、ここまでこう失点をしてしまうっていうのはちょっと戦前あまり予想ができなかったなと思っています、うん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 、この試合を改めて社長はどのように振り返られますか。そうですね、まあ、まずホームでやっぱり0-6っていうのは、まあ、やってはいけない失点なんですけど、はい、まあ、実際に今なぜそうなってしまってるのかっていうのは、うん、多分整理できてない方も多いと思うので、はい、ちょっと分析した結果を説明してもいいですか。お願いします。私もなんでこんなことになってしまったのか分かってないです、はい、お願いします。そうですね、はい、まず
レナはこっち攻めてます、うん、はい、でその中でこう守備をしている状態ですね、はい、の時に、まあ、多分このぐらいの高さで守備してるんですけど、うん、この時に、ボールホルダーが例えばサイドバックに持ってたとして、はい、ここにバックパスあったとしますよね、はい、この時にプレッシャーかけるんですけど、この距離っていうところが、うん、今20メーターから25メーターぐらいあるんですね、うん、でこの距離が多分長ければ長いほどこのボールホルダーってこう時間が生まれるのでパスの選択肢ってたくさん、ね、見えてくると思うのでこれって効果的じゃないんですね、うん、で前から奪うことってすごく重要なんですけどこれがもう少しやっぱりこの距離になった方が奪える確率って高くなると思うんですよ、これが全体的に上がった時、うんうん、なのでどちらかというと今はそんなに奪えない確率の方が高いのにプレッシャーにいってしまってる、こことここの距離がすごく長いのに一人がわっていっちゃう、はい、距離が後ろは上がってないのにいっちゃう、うん、そうです、そうです、なんでまあみんなが準備できてて連動していけるんだったらこの距離を走ってもいいんですけど、あ、ただこの長い分走った分やっぱりジョージもみんなもすごく体力を使いますよね、そうですね、なので結果的に、まあ、奪えなかったらその分消耗してしまうので、このボール奪った後のカウンターに力が出ないっていう今現象が起きているので、はい、まあ、改めてこの自分たちが自信を持ってボールを奪えるこの距離感っていうのを整理しなきゃいけない、うん、で今は距離が自分たちに自信のある距離感ではないから奪えてないだけだと思うんですよ、なるほど、ただ奪えてるシーンもあるので、それは何で奪えたのかっていう、やっぱそこの距離だったり、うん、時間帯っていうのが整理できたら絶対良くなる、うん、だから今はその現象が起きてるだけなんですよ、うん、ボールを奪うという作業のところでですね、それってそ、チームとしてこうやって奪いに行きますよというものがきっとあると思うんですけれども、うん、そこの整理がチームでなかなかちょっと難しい今の状況っていうところでしょうか。そうですね、まあ、よく、まあ、ハイプレスだったり、はい、高い力を奪うっていうのは理想なんですけど、うん、じゃない時間帯もやっぱりあるじゃないですか、はい、どちらかというとその、まあ、言い方的にこの網を張って、はい、この中に誘導して、うん、ここで取る、この距離感がいい中でミスを誘って奪うっていうような、うんうん、守備、うん、とあとは、まあ、みんなの連動した流れで攻撃的な、うん、ナッツさんがよく言うこう、はい、人を攻撃する守備っていうので、奪いに行く守備の多分この2パターンがあると思うんですよ、はい、それを今うまく使い分けができてないだけなんですよね、行く時と行かないところ時っていう、よく表現するところですか。そうですそれをもう少し言語化して、うん、さっきのこの距離感、さっきの20から25メーターは、うん、終わんないとか、確かに何か今話を聞きながら、うん、思い出すと、行くけど出される、うん、行くけど出される、気がついたらスペースできてて、うん、そこに出される、うん、剥がされるっていうシーンあります、ね、そうですよね、だから20分前半の20分とか、はい、から35分ぐらいってそんなにやっぱりこう奪えないことも多いので、はい、無理に奪いに行く必要はないよねっていう時間も必要、うんうん、奪えたらラッキーですけどね、うんうんうん、なるほど、そのあたりっていうのはやっぱりセンターバック、うん、もしくはゴールキーパー、まあ、このあたりのコーチングっていうところも重要になってくるところですか。そうですね、コーチングも大事だけど、まあ、そもそものその意思疎通として、うん、まあ、サポーターのこう声だったりその時の状況で声出せなかったりする場面もあるんで、だからそれぞれがやっぱり意識をして、この見えない意図でこうみんながつながっているようなイメージで守備をしなきゃいけない、それが今必要かなと思いますね。なるほど、これがまあいわゆるこう失点を重ねてしまう大きな原因の一つではないかと。そうですね、いうことですね、うん、じゃあまずは守備の整理というところをこの1週間で、ね、はい、してくれていたらいいなと感じます、うん、はい、一方でこう得点がなかなかこう取れないというところは、はい、社長どのように思われていますか。今の話からちょっとつなげるんですけど、はい、例えばここに引き込んで、この辺に例えば刺してセンターバック、うん、国本選手奪いましたってなった時に、うん、今は前に行き過ぎて体力がないんですけど、まあ、何回かシチュエーションでこうやっぱカウンターでこう行ける場面もあったじゃないですか。ありました。ここで、まあ、100% を出してやりきるっていう、一気にこうやりきるっていう力を
出すことができたら絶対得点につながります。なるほど。なんでいい攻撃は絶対いい守備から始まるので、いい守備をすれば、うん、いい攻撃につながるっていうのが、まあ、一番大前提としてあると思います。そういうことですね、はい、なんかそういえばこう奪えても失っちゃうっていう場面も結構あったりするのは、うん、迷いとかもやっぱりあるんでしょうかね。そうですね、その迷いが、うん、あの距離なんですよね。ああ迷いが距離なるほど、はい、距離近かったらみんなやっぱり迷わず行けるじゃないですか、うん、そうですね、はい、遠いから迷ってるから中途半端になるだけで、近くてみんながいや今だったら取れるっていう自信のある距離感だったら取れるんですよ。そういうことですね、はい、たまたま奪えたりもするし、そう、まあ、攻撃にしても守備にしてもまずはいい距離っていうところがポイントと。そうです、ね、今は確率が低いけど頑張っちゃってる、そのプレスに関して。あそう、なるほど、わかりました。よくわかりました。やっぱりちょっとあの、はい、思い当たる節というか場面が皆さんもちょっと聞きながらあったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、うん、そうですね、まあ、こういったところを一つ一つこう調整していく、また意思統一を図っていくことできっと良くなっていく、うん、そうですね、問題は明確なんで。そうですよね、はい、クリアにしていきましょう。はい、ありがとうございました。さあそれでは続いては渡辺社長のピックアッププレーやっていきたいと思います。はい、この清水エスパルス戦ですが、こうなかなかいいシーンというのを、ね、まあ、多くこう見つけることは難しかったかもしれないんですけれども、はい、その中でも見つけてくださいましたね。はい、はい、ということで、ではまずは映像をご覧ください。はい、ここでね、まずはパスカットして矢島選手持って、ここからの、ね、いいパス入ります。スルーパス、うん、小林選手がここでいて、はい、うん、大輔選手からの ここ中3枚いるんですよね。あ、本当だ、はい、前選手のクロスでした。そうですね、セカンドボール拾ってますね。はい、うん、はい、ここはいい場面でしたね。そうですね、はい、まあ、いい場面と、まあ、さらにこうなればもっとうまくいくっていう、はい、場面があったので、もう一度いいですか。もう一度お願いします、はい、まずここパスカットいいですね。ここでまずターンできたら一番最高だったと思います。あ、はい、皆川選手がターンできたら前向けたらよかったと、はい、ここも、はい、ここはまあ裏取れてるのでいいと思うんです。ここでワンタッチで上げれたらまず一つよかった。あ、ここでもワンタッチで上げれたらよかった。ちなみに中今3対3なんで、一応センターバックは間に合ってるんですね、はい、ただ、高木大輔、大輔のところ、もしくは、高のところでワンタッチで入れる意識を持てたら、相手はその首振ってこのフォワード陣を確認する時間がなくなるので、はい、ああいうタイミングで上げれるように、例えば聖剛がワンタッチでクロスを上げれるようなパスを出したりとか、メッセージ性のあるパスを出したりとか、うん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 、っていうのが今は必要というか、の方が入る確率、相手が嫌がるので入る確率が高くなる、うん、相手にこう準備をする時間を与えて逆にしまってるっていう、そうですね、ことですね、はい、自分がトラップして中見てよいしょで上げるとセンターバックって跳ね返せるんですよね、はい、守りやすい、うんうん、なのでもっともっと嫌な攻撃はできるなと思ってますね。なるほど、はい、あと一歩ですね。じゃあそれもでも意思疎通のところですかね、はい、同じ絵を描くっていうところにあるわけですかね。全然技術的にはね、はい、遜色ないんでお互いに、うん、はい、なのであとはそこの意識のところだと思います。わかりました、うん、ということで渡辺社長のピックアッププレー一場面ねご紹介させていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあそれでは続いて第11節についてプレビューしていきたいと思います。この11節ですが、対戦相手はファジアーノ岡山です。まずは過去の対戦成績をご覧ください。2勝4分け8敗ということです。この数字をまずご覧になっていかがでしょうか。そうですね、なかなか苦手な意識があるのかなっていうような数字ですけどそうですね、はい、去年なんですけれども、ホームでは0対1、そしてアウェーでも2対3で、まあ、敗れてしまっています。もちろんね、社長も出場されていました、はいはい、この岡山もともとどんな印象を持っていらっしゃいますか。まあ、セットプレーが強い、あとはカウンターが早い、うんうんうん、まあ、そのイメージが強いですね。なるほど、うん、さてそんな岡山なんですけれども、まあ、去年プレーオフ進出を果たしまして、はい、クラブ最高順位の3位でシーズンを終えています、はい、そしてまあ主力選手の大半はまあ残留しているんですが、ここまで10節を終えて戦績が2勝7分け1敗
ということで、意外に、はい、勝利数が少ないんですよね。そうですね、はい、ただ現在5試合連続で引き分けというゲームが続いているということです、うんうん、前節はアウェーでベガルタ仙台と対戦して1対1で引き分けています。ではそのファジアーノ岡山の前節ベガルタ仙台戦ハイライトから一部ご覧ください。まずは失点の場面ですが、自分たちのミスからちょっと失点を、ね、してしまった形でした。この社長がおっしゃっていたセットプレー、はい、コーナーキックの場面ですが、ここ柳選手のヘッドでしたね、うんうんうん、こちらは追いついた場面になります。右サイドからのクロス合わせたのが佐野光大選手でしたね、うん、というね1対1のドローゲーム。ここは惜しかった、まあ、本当にちょっと似てた場面ですかね、得点の場面とちょっと似てるシーンでしたけれど、うんうんうん、まあ、こういったね、前節だったわけですけれども、はい、ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、今僕はちょっと前に言ったのはそのカウンターが早い、うん、はい、まさにその得点シーンもねショートカウンターだし、まあ、セットプレーもああいった、まあ、柳選手がねああいった形で合わせていたし、まあ、自分たちの強みを生かしてきたらやっぱり怖い相手だなと思いましたね。うん、そうですよね、うん、さてでは予想フォーメーションをご覧になってください。この感じでいくと、まあ、おそらくレノファはそのままの予想で上田さんは出してくれていますね。バンキシャ上田さんは、はい、4-2-3-1 でレノファは行くのではないだろうかというところで、ちょっとメンバーを上田さんの予想では変わっていて、センターバックに生駒選手と前選手ではないだろうかと、うん、そして右サイドには高橋選手が戻ってくるのではないかという予想になっています、はい、そして梅木選手がワントップですね、はい、一方の岡山ですけれども、うん、まあ、4-4-2なんですけれども、まあ、ダイヤモンド型っていうんですかね、はい、その中盤がダイヤモンド型、アンカーを据える形、トップ下を置く形のその4-4-2を予想しています、うん、ご覧になって何がポイントになるでしょうかね。そうですね、そんなに岡山 自身もそのビルドアップを売りにしているチームではないので、先ほど僕が言ったようないい距離感を保って、はい、やっぱ誘い込んで、うん、中から外にっていうような形で奪うことができれば、はい、いいカウンターができて、ゴール前まで行けるのではないかなと思いますね。うん、あとはその岡山といえば今ツートップの一角に桜川ソロモン選手を上田さんの予想でも据えているんですけれども、うん、はい、やはりターゲットとなる桜川選手のような選手がいることっていうのは、はい、やはりどうにかしてここは止めないといけないというか。そうですね、うん、清水戦でもありましたけど、はい、前からやっぱり行き過ぎて、フォワード、清水のフォワードの選手に収まる場面って結構あったと思うんですね。ありましたね。ああいう場面が作られてしまう可能性があるので、うん、まあ、そこの距離感はやっぱり大事かなと思いますね、うん、行き過ぎないというか、まあ、行く場面もあるんですけど行き過ぎないというか、うん、行き過ぎないな、はい、なるほど。それとさっきおっしゃってたセットプレーです。ちょっと大分戦と、うん、清水戦どちらもセットプレーでの失点がありました、はい、でこの岡山のセンターバックの2人、ヨルディ・バイス選手と柳選手、うん、まあ、この2人が本当に脅威的な、ね、はい、選手ではありますけれども、セットプレーでの、はい、まあ、注意点というのはどうでしょうか。今そうですね、ゾーンでずっと守ってると思うんですけど、ここまでこう極端というか強み、セットプレーに強みのあるチームであれば、まあ、例えば柳選手かバイス選手どちらかにマンツーマンで1人つけるとか、まあ、そういった対策も一つありなのかなと思いますね、うん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 、これまで そのセットプレーの失点をご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、少し下がるタイミングだったり、ここのディフェンスラインの設定だったりっていうところの見直しは今必要かなと思います、うんうん、特にその前節 その清水戦の1失点目のフリーキックの場面はちょっとどうですか、はい、あの場面っていうのは下がるタイミングもそうなんですけど、うん、高さっていうところも、まあ、ボールの質も正直良かったんですけど、うんうん、あれを例えばもう少し高く設定した場合に、なんですかね、もしいいボールが入ったとしても、うん、オフサイドになる可能性とか、はい、あとはゴールから離れるっていう、ね、可能性もあるので、うんうん、まあ、そういった位置でちょっと改善はできるかなと思います。そうですよね、うん、まあ、おそらく岡山も、まあ、この直近の試合での山口 そのセットプレーでの失点の場面っていうのはきっと研究してくるでしょうから、そうですね、ね、このあたりはこう修正して、うん、そうですね、臨むべきですよね、はい、
はい、分かりました。ということで予想フォーメーションをご覧になっていただきながら次節のプレビューをいたしました。ということで岡山戦のプレビューなんですけれども、試合前日の午後7時にレノフォ山口 FC 公式ホームページで配信するマッチデープレビュー、こちらもね楽しみにしていてください。バンキシャ上田さんの視点でのプレビュー、また両チームの注目選手なども取り上げますのでぜひご覧ください。以上今節のプレビューでした。さあそれではここで選手からのコメントをお届けしていきましょう。今回は前節途中出場となりましたけれども、もう投入直後から前向きな、ねうん、プレー見せてくれました、うん、背番号16ミッドフィールダーの吉岡正和選手のインタビュー映像です。どうぞ。まあ、個人としては、まあ、目標であった初ゴール、レノファでの初ゴール決めれたっていうのは一安心してますけど、まあ、数字の面で言ったらまだまだ足りないなと思います。チームとしてはレノファらしいサッカーっていうのがあんまりできてないなっていうふうにすごい感じますし、まあ、勝つのも大事なんですけど、やっぱりレノファが今まで培ってきたサッカーをやって勝つっていうのが今後の課題というか、うん、そうですね、そこを目指してやっていきたいですね。まあ、やっぱりハイプレスと、まあ、ショートパスつなぎながらっていう点で、そうですね、ショートパスがあまりつなげずに苦し紛れのロングボールだったりとかが増えてきているので、まあ、もう一回原点立ち返ってそういうところは見直していきたいですね。そうですね、本当、まあ、切り替えのところからいいプレスができて、まあ、ショートカウンターみたいな感じで中に人数かけてっていう点では本当レノファらしく点取ったなっていうふうには思います。そうですね、やっぱり本当得点差以上にやっぱりすごく差を感じたというか、本当に自分たちがやりたいことが何もできなかったなっていうふうに感じています。やっぱり一番は他の試合でもそうなんですけど、距離感、一人一人の距離感がすごく遠いというか、もっとコンパクトに一人一人の距離感縮めて、まあ、ダイレクトパスっていうのを増やしていかないと、そうですね、やっぱああいう風にロングボール主体になって、まあ、伸びしてっていう形になっちゃうので、まあ、距離感が一番かなと思います、原因として。そうですね、僕が入った時点で確か 0-3 の状態だったので、まあ、まずは本当ゴールに向かうドリブルとかクロスを増やそうっていう風には意識してました。本当後ろはほぼ前選手に任せて自分は前に行くっていう風に思ってたので、まあ、そういった面ではいい形で前に抜け出せたシーンはあったんですけど、やっぱりそこ最後のクオリティ、シュートで終わるとかクロスで終わるっていうところはもっと精度を上げていかないといけないですね。まあ、この前の試合の時の中断の時もすごいサポーターの方ずっと歌っててすごいロッカーまで聞こえてたので、まあ、すごい僕らもホームで力強かったですし、まあ、そこで本当不甲斐ない試合したのは申し訳ないですけど、試合終わってからもずっと歌い続けてくれてたので、そういう思いに本当に応えないといけないなって強く思いましたね。そうですね、まあレノファらしさっていうのをもう一回ちゃんと取り戻して、しっかりショートパスつなぎながら相手を揺さぶって攻撃したいなと思います。今すごい苦しい状況なんですけど、本当に皆さんの応援が僕たちの後押しになっているので、僕たちは結果で応えれるようまた一から頑張りたいと思います。はい、吉岡選手のインタビューご覧いただきました。はい、やはり距離感のお話されてましたね。そうですね、まあ、やっぱりそこで不安だったり迷いが出たと思うので、うん、まあ、逆にね、その距離感が縮めれたらそこがまた自信になっていいカウンターだったりね、攻撃につながるんじゃないかなと思います。うん、そうですね、吉岡選手も今ね、ちょっとサイドで本当に上下動が激しいポジションやられているので、うん、彼の良さを出すためにもやはり距離感というところは大事になりますよね。そうですね、うんうん、一つね、ちょっと44分、ちょっともう一個ピックアップね出したいんですけど、はいはい、映像はないんだけど44分に国本選手が左足で皆川選手を一発で狙ったシーンがあるんですよ。はいはい、あれが自分の強みをちゃんと生かして前の選手を動き出しを見ていたっていう意味でいくと ありました、まあ、すごく光があるというか、うん、あのプレーが今後につながる
いいプレーだったと思うので、ちょっとそれだけ言わせてました。うわ見たくなる。いやでも覚えてます。確かに良かったですよね。オフサイドになっちゃったんですけど、はい、あの意識が今はものすごく大事。自分の強みを生かして、あの前線の選手を見る、どのポジションでもそうなんですけど、はいはい、まあ、言えばその秋田戦からそのレノファの強み、個人の強みもそうですが、うん、レノファの本来の強みみたいなものをなかなか出せない試合が続いてしまっていたような気がするんですよね。秋田にそれで勝利ができたのは良かったんですけれども、はい、そこから取り戻さなくちゃいけないのはもしかしたらチームとしても個人としても自分たちの良さなのかもしれないですね。そうですね、うん、チームのレノファらしさっていう軸も大事だけど、うん、自分がどんなサッカーをしたいのかっていう、自分の強みを生かしてどんなサッカーをしたいのかっていう軸もものすごく大事だと思うから、うんうん、軸、そう、チームの軸と自分の軸を大事に、ね、プレーしてほしいなと思います。そうですね、はい、分かりました。ということで選手からのコメントをお届けしました。ではエンディングでございます、はいはい、まずはクラブからのお知らせです。レノフォ山口 FC U18 ですけれども、今年から高円宮杯 JFA U18 サッカーリーグ2023プリンスリーグ中国の舞台で戦っています。ね、この皆さんでございますよ、はい、ということで、まあ、レノファーのアンダー18の歴史をこう辿っても、これ初めての挑戦ということになるわけですよ。そうですね、楽しみですよね、まあ、今まだあの勝ててない状況ありますけど、うんうん、やっぱりこの新しい舞台でのチャレンジどんどんしてほしいですよね。そうですよね、はい、もうぜひこの U18 の皆さんの応援も皆さんに、ね、お願いしたいなというふうに思います。ということで、実は第4節がこの週末です。レノファ山口 FC アンダー18対立正大湘南の試合ですね、はいはい、4月22日土曜日、キララ博記念公園スポーツ広場で午後1時半キックオフということになります、はい、ぜひホームですから。そうですね、ちょっとトップチームと時間がかぶってはしまっているんですけれども、はい、ぜひ応援に、ね、駆けつけていただければとお願いします、はい、思います、まあ、ユースの成長、アンダーカテゴリーの成長というのはクラブの、ね、未来にすごくこう直結しますもんね。そうですね、やっぱそこでの、トップとの関係性で、うん、あのいい刺激にもなりますし、はい、そこはトップにとってもあのいい刺激になるので、まあ、お互いがこう刺激し合って成長していきたいですね。そうですね、はい、ということでぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。さて、明治安田生命 J2 リーグ第11節ファジアーノ岡山対レノファ山口 FC 4月22日土曜日、シティライトスタジアムで午後2時キックオフです。これは中国地方同士の、ね、戦いということになりますので、まあ、新幹線でおよそ1時間弱ですかね、うん、あれば行ける距離ですから、アウェーですけどスタジアムに来てもらいたいですね。そうですね、はい、この距離は行けますね。私行きます。あ、ですか、はい、僕も行きます、ね、私たちも行くんで、ぜひ皆さんも、ね、お越しいただければと、しし、ね、応援しましょう、はい、ということで渡辺社長、今日はちょっと難しい回にもなってしまったと思うんですけれども、いろいろとお話聞けました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか。そうですね、うん、あの重く受け止めつつ、うん、絶対にポジティブに、はい、あの変換していく、その思いで、あのまたああいった試合してしまいましたけど、また皆さんにあの試合に足を運んでもらえるようなあのゲームっていうのをね、あのこれから続けていきたいと思うので、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、さて来週ですが、もうゴールデンウィークの手前の配信ということになります。4月27日木曜日の配信を予定しています。さらにですね、来週の解説なんですけれども、もう渡辺社長、そして鳥海さんなどの応援コメンテーターの方もご出演されるこの配信、はい、今回ですね、来週は誰ご存知ですか。いや、知らないです。あ、知らないですか、はい、ですね、なんと佐藤健太郎さんよご出演の予定ということになっています。今年はレノフェ山口の、ね、強化部スカウト担当されていて、はい、先日ね、あの別の会場でちょっとあのお会いしました。もう本当にお仕事頑張っておられますね。ちょっといろいろ深掘りで聞いてくださいね。ちょっと聞いてみたいですよね、はい、はい、ということで来週は佐藤健太郎さんのご出演の予定です。お楽しみに。今日は渡辺社長ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。それではまた。